東京五輪1500メートルで日本女子初の4分切りを果たし、8位入賞。重圧に苦しみながらも走り続け、挑んだ2度目の大舞台では望む結果は得られずに涙を流したが、新たな発見と収穫も。世界と戦う孤高のランナー田中希実に、パリ五輪直後の率直な心境を聞いた。発売中のナン、no. バー1103号に掲載、独占インタビュー、田中希 始まる前から、終わっていたのかも、より内容を一部抜粋してお届けします。田中望未15歳の走り、見たことある。バキバキの腹筋、でパリ五輪のレースを引っ張る田中。パリ五輪レース後、戦友、春が近づいて、日本でまた望みと走りたい、友情を感じる名シーンを現地写真で見る。パリ五輪のレースから4日後、ノートルダム大聖堂前にて、 激闘から4日、取材場所に現れた田中望美は、すがすがしい空気を漂わせていた。出場した1500メートル、5000メートルの2種目で決勝進出を目標にしていた田中にとって、パリ五輪の結果は満足のいくものではなかった。1500メートルは準決勝、5000メートルは予選で敗れ、決勝進出は叶わなかった。それでも、田中は納得しているように見えた。 取材場所は、ノートルダム大聖堂前のパティスリーショップ。店のガラスケースには芸術品のように美しいスイーツが並んでいた。どれにしようかな、これも美味しそうだな。田中はガラスケースの中を楽しそうに見つめながら、マンゴーとココナッツのペーストリーを選んだ。大会中の張り詰めた表情が消え、本場パリのスイーツを前に嬉しそうな表情を浮かべていた。周囲の期待も、 自分に求める水準も高まっていた。東京大会からの3年間で、田中への注目度は急上昇した。2021年の東京五輪の1500メートルで日本人初の8位入賞を果たし、23年の世界選手権では5000メートルで日本選手として26年ぶりの8位入賞。日本新記録をマーク、後に更新。周囲の期待も、 自分に求める水準も高まっていた。無意識のうちに膨らんだ重圧はパリ五輪で弾けた。1500メートルの予選を絶望的な表情でテレビのインタビューに答えた。いろんな人の生きた証を私の走りで証明したかったんですけど、ラストに気持ちが切れたような走りになってしまっていたんじゃないかというのがすごく申し訳ないです。だからこそ、 大会後に街を楽しむ様子を見て安堵した。パリ五輪は田中にとっていかなる大会だったのか。閉会式翌日の8月12日、熱気が残るパリ市内で2度目の五輪を振り返った。